Wikipedia writes about Himiko as follows: Himiko, 170 to 248, was a shaman queen of Yamatai Koku in ancient Wa or Japan. Early Japanese histories do not mention Himiko, but historians associate her with legendary figures such as Empress Consort Jingū. Who was regent in roughly the same era as Himiko? Scholarly debate over the identity of Himiko and the location of her domain Yamatai have raged since the late Edo period with opinions divided between northern Kyushu or traditional Yamato province in present day Kinki. Who was she? What was she? アヒロシ s ヤシ claims that German dogs are in Nana i s t a r herself, along with Himiko was also in Nana i s t a r h e r s e l f 謎の女王 no joe, Himiko. Himiko だったのか Himiko だったのかフロリダ在住のシューさんからこんなメールが届きました。 法隆寺に残っているレプタリアンの像というのは卑弥呼の像ではないかと。このメールを読み、私は驚きました。実は私もそう思っていたからです。状況証拠は真っ黒です。そうした像を作るからには、それにふさわしい重要人物であったはずです。人物というより、神そのものです。周さんもその点に触れ、 法隆寺側が説明しているようにただの侍像というのはおかしいと確かにおかしいです法隆寺の侍像は鎌倉時代の運慶快慶の彫った像と大変よく似た衣服を身にまとっています衣服といっても古来より日本にはない衣服ですで法隆寺の像の顔はシュメールの神女神のそれと一致しています 似ているとか似ていないとかというレベルの話ではありません。一致しています。法隆寺の像がシュメールから運ばれてきたということも考えられますが、法隆寺の像は正座しています。日本人の私たちにとっては当たり前の座り方ですが、世界的に見ると大変珍しい座り方です。私が知る限り、日本人のような正座をしている姿は、 ミトラ教の神事でののでで様子を描いた絵の中だけですつまりシュメールから日本へ来たとは考えられませんが顔はパーフェクトに一致していますとなると考えられる可能性はシュメールの神々が日本へやってきて日本流に正座をして見せたあるいは日本の神々がシュメールへ渡った他にもいろいろ考えられますが事実は一つ 法隆寺の像とシュメールの像が一致しているということです。これが事実です。動かしがたい事実です。つまり、この事実をどう考えるか、どう解釈するか、それが今日の謎解きということになります。というか、私はこの事実を3年前の2012年に発見し、以後、検証を重ねてきました。そして、縄文土偶ナンな説、 さらには、卑弥呼エイリアン説イコールイナンナ説を唱えてきました。状況証拠はすでに真っ黒です。つまり、法隆寺のレプタリアン像は卑弥呼の姿であるということは十分考えられます。縄文土偶イナンナ説が基本になっていることは言うまでもありません。が、卑弥呼については、卑弥呼そのものについての物的証拠がほとんどなく、そのため、今日の今日まで、 それについての謎解きは、と言いますか結論を出すのはペンディングにしてきました。卑弥呼と卑弥呼とは誰なのか、卑弥呼とは何なのか。ということで、私は私が発見した事実をここに並べておきますので、皆さんも謎解きを楽しむつもりで、どうかこの動画をご覧ください。まさに卑弥呼にまつわる世界は、謎また謎の謎の世界。 謎の洪水楽しいですよ、えー、では画像を見ながら説明しますこれが法隆寺に残っているといいますか所蔵されている侍像です、えー、3体私は見つけましたで、まあ、これがその像ですね、まあ、見るからに人間ではない 像とということになりますでそれに対してですね、周さんから先ほども紹介しましたが、このようなメールが届きました。法隆寺のレプタリアン像は卑弥呼の像ではないかと。侍の像などわざわざ作るでしょうかということなんですね。もちろんそうです。で、法隆寺へ皆さんを案内します。 法隆寺です、まあ、ここにですね、その像が残っているというところに意味があるわけですね。なぜどうして、まあ、それについての詳しい資料はありませんので、まあ、皆さんにこの像を見ていただくしかありません。まあ、口がですね、大きく裂け、鼻の穴が開いています。そして目は側面についていますね。で、これをまあレプタリアン8としておきます。 で、これがレプタリアン B ですね。まあ、よく似てますけども、やはり部分的に違います。で、特にこのレプタリアン C に注目してください。この像が、特に学んでいますか、綺麗と言いますかね。顔立ちがすっきりしています。まあ、こんな像がですね、残っているわけですね。で、 比較してみます。これが、まあ、先ほどのレプタリアン A、B、C ということになります。まあ、ほとんど同じなんですけどもね、あのまあ、皆さんご覧になっているのとおりですで。頭部がですね、頭の先が、ね、折れているのもあるんですね。まあ、そこに注意してくださいね。これなんか明らかに折れています。で目がですね、細くて長くて、 まあ先ほど言いましたように側面についてそしてまあちょっと変わったですね、このようなまあ衣服を身につけているということですね。日本の鎧かぶとにも似てますけども、似てひなりっていうところでしょうかね。で、A、B、C と並べています。で、口が大きく裂けている。目が側面についている。 これを見てですね、侍像という方がおかしいわけです。ありえないわけですね。で、頭の部分がですね、ちょんと上、出てると言いますか、まあ、こういった様子なんですね。で、大変興味深いことにですね、ダヴィンチがですね、アンギャーリの戦いの絵の中で、そのレプタリアンの姿を描いています。 これは一応コピーということになっていますけどもね、まあ、正確にコピーされたものだと私は判断しています。この絵の中に、まあ十数個、私が見つけた範囲では十数個の隠し絵が隠されています。まあ、その中のいくつかを紹介しますが、これが龍なんですね。龍も隠し込まれているということです。まあ、隠し絵だらけと言ってもいいんでしょうか。隠し絵がたくさんこの中に仕込まれています。特にこの絵の主題はこの下にあります。これは 森本悟さんという方が発見なさいました。これ逆さまにしますと、頭の周りに血が流れているの分かりますかこれが、まあ、後輪をかたどっているわけですね。隠し絵です。後輪をこのように形を作っている。すなわち、この人物はイエス・キリストであるということを示し,ます示しています。しかし、まあ、替え玉かもしれません。その証拠にですね、この人物の手には、 まる性が残っていますこの黄色い丸のところに注意してください。手の甲にです、ね、穴が開いてますね。まあ、つながちこのような形でダヴィンチはですねこの人物がイエス・キリストであり、イエス・キリストが馬に踏みつけられて頭から血を出して丸い、まあ、形になっていますよね。まあ、今に死に耐えようとしているという姿を描いているわけです。ダヴィンチはこういう形で 自分の思想をあちこちの絵の中に隠し絵という手法で、まあ、仕込みました。手に注意してください。穴が開いてますね。精魂です。なあち、馬に、まあ、踏みつけられて頭から血を流しているイエス・キリストを描いたというわけです。他にもいろんな隠し絵がこの中に仕込まれています。中央の馬もおかしいです。なあち、これは向かって右側の方が人間で、向かって左側の方がレプタリアン族であることを示しています。 いろんな説明がなされてますけども、それは後付けていますかね後世の学者たちが勝手につけた説明です。で、この絵の中に法隆寺のレフタリアンが像がここの中に仕込まれています。ここに一見すると、まあ、人間らしく男,男の顔が見えますね。これは一見すると男の顔に見えるわけです。 しかし、この絵の中にはもう一つの顔が仕込まれています。これは、正光大久保さんという方が発見して、私に教えてくださいました。この顔を見てください。赤いところが目です。そして口がありますね。他にもあの、まあ、私が発見したところ十数個の隠しがありますけども、その中の一つというふうに考えてください。正光大久保さんからのメールです。 このような顔が仕込まれているということなんですね。で、この顔が法隆寺のレプタリアン像の顔と一致します。目と口に注意して判断してください。すなわち、ダヴィンチはどういうわけか、どういう方法でか知りませんけども、法隆寺のレプタリアン像と、それからシュメールで発掘されている、まあ、女神像、神々の像とのことを知っていたい。そしてその像をこの中に 描き込んだということになります、まあ。いろいろ考えられますけどもね、まあ、今日はここまでにしておきます。で、シュメールの神々についての像をもう一度おさらいしています。シュメールではこのような、てますかね、メソポタミア、バビロニアではこのような像がたくさん見つかっています。みんな独特の独特な風貌をしています。目が側面について口が大きく裂けています。で、 肩幅が異様に広く脇の下には空間ができています。カクンカクン型と私は呼んでいます。怒り型とも違うんですよね。まあ、中央に、えー、法隆寺の像を並べておきます。比較してみてください。これはもう一致としか言いようがありませんね。似てるとか似てないとか、そういうレベルの話ではないんです、皆さん。これが事実なんです。 この事実をもとにして考えていただきたいということですね。そして頭には何かした折れたような跡がありますから、私はこのような、まあ、頭といいますか、帽子をくっつけてみました。これら三者は全く同じなんですね。これが事実でありますから、この事実をどういうふうに解釈していくかということですよね。で、もう一度比較してみます。法隆寺の侍像と言われている像です。で下が今から、まあ、 7000年から6000年前に作られた像だと言われています。レプタリアン像ですね神。神々です。そしてこれがシュメールの神と呼ばれている像です。日本の法隆寺に全く同じものがあるという点でですね、空想や想像力で作られた像ではないことは、これで皆さんにも分かっていただけると思います。私は向かって右側の像を最初発見したときにですね、 体が震えました、まあもし。もし皆さんの中に、ね、初めてご覧になる方がいらっしゃったら、震えると思います。イコールなんですね、皆さん。そしてこの像を発表してからすでに3年になります。では、さらに比較してみます。他にもこんな像がバビロニア周辺で見つかっています。イナンナ・イシュタル像というふうに説明されています。外国の文献の中では、 イナンナンといいううふうに紹介されています二体、二体のが発見されてますけどもね、一体はあのいわゆる、まあ、サーペント族です。ラム族のこれは像ですね。そして法隆寺の像と比較していただくと分かりますように、またまた同じなんですね。見てください。 目が側面についてて細長くてスッとしてますね。そして口がガッと裂けて鼻の穴が開いています。首の太い太いところにも注意してください。レプタリアン独特の、まあ、いわゆる太い首なんですね。いわゆる頭の下の下部の付け根から肩にかけて、まあ、人間にはない剣が伸びているということです。で、もう一つ皆さんに興味深い事実をおしゃあの話します。このレプタリアン像を見てくださいね。 法隆寺の像を比べてみてくださいね。もう頭、顔は似てることはもちろんですけども、実はですね、この、まあ、両者はですね、人間の骨格とは違っているということです。それをこれから説明しますが、人間の骨格ではないということですね。すなわち、関節が人間より1本多いということです。 1>, 1本ありますね。そして2本目、そして3本目、やや曲がってますので、見にくいかもしれませんけれども、やはり法隆寺の像も1本目、2本目、3本目となっています。なあち、人間は関節が2個ですけれども、エイリアンは3個だということですね。これは右は八戸で見つかった合掌道具です。 天に向かって熱心に祈る若い乙女の姿というふうに説明されていますけれども、そんな像を作るわけがないのです。皆さんのご家庭にそんな像がありますか私の家にも、まあ、神様や、ね、仏様の像はありますけれども、隣の姉ちゃん、おばちゃんの像はありません。左が文化で見つあごめんなさい、マヤで見つかった像です。やはり同じ姿勢で、そして腕が曲がっています。 関節が3個あるように見えますね。はっきりと分かりませんけども、しかし2個ではないことは事実です。長い腕になるわけです。そして指が3本です。左右3本ずつですね。そして八戸の合掌土偶も組んでいますから、半分2で割って3本ずつということになります。皆さんも腕を組んでみて、手を組んでみて、横から見てみてください。なあち、 合唱道具も指が3本、そしてマヤ・アステカで見つかった像も3本、そして甲府で見つかっている像も指が3本です。エイリアンは指が3本でした。そうした像は世界各地に残っています。まあ、このように、まあ、統一性というのは共通性があるわけですね。左がアメリカのブライス・インタグリウスの地上絵です。 この像もよく見ていただくと分かりますように、絵もですね、腕が、まあ、関節が3個あるということになります。足の関節もどうも3個みたいですね。もう一方の方は流れてますので、えー、流れているというから直線になってますので分かりにくいですけども、曲がっているところで調べると関節が3個あることが分かります。人間の骨格とは違うということですね。で、縄文道具についてもう一度調べてみます。これが イイナンナンタール像です右が仮面の女神です。長野県の茅野市ですね。茅野市で発掘された、小東で見つかったあ仮面の女神ですね。長野県の茅野市です。そしてこの像と、そして左のいわゆるイナンナイスタール像と比べてみてください。どうして右の像がですねこのような遮光器をつけているかということはもう皆さんお分かりですね。 で、さらに検証しています。これはセルビアの文化で見つかった像です。私が見つけました。で、写真の撮り方が2枚、写真で 2, が2枚発見できましたので、やや斜めから見た像と正面の像をここに並べておきます。この像と長野県で見つかった仮面の女神の像は完璧にこれまた一致します。ただし、下半身の方はですね、えー、仮面の女神の方は歩行器、 歩行補助装置を身につけています。その証明もしました。三角形の頭ですね。そしてこの耳のあたりにこうツクンツクンとこう穴が開いているところまで一致しています。顔は逆三角形です。共に仮面をかぶってかぶってつけているものと思われます。皆さん自身で判断してください。そしてカクンカクン型で脇の下には大きな穴が開いています。空間ができてますね。 これが、まあ、エイリアンの特徴ということになります。まあ決定的なのはですねおへそです。このへそを注意深く見てください。距離にして 5000km 近く離れたところにこんな像があったってことですよ。セルビアというのは現在のギリシャの北部です。わかりますね。盛り上がって穴が火山のようになっています。そしてこれがセルビアで見つかった土偶ですけども。 その土偶が長野県茅野市で見つかっている仮面の女神と一致しているということです。足の太いのは歩行補助装置をつけているからです。縄文ビーナスも、それから亀ヶ丘で見つかった遮光器土偶も同じコンセプトで作られています。ポコンポコンとして、ポコンとしてますね。そして先にちょっとついています。縄文ビーナスの方は下の下半小さい部分が長くなっていますね。まあ、このようにもう一度確認してください。 これが皆さん事実なんですよ。これを、こうした事実をどのように説明するか、それが問題だということです。そしておへそですね、確認してください。同じ像がセルビアとそして日本で見つかっているということです。偶然、偶然、偶然というのは簡単ですけども、偶然という言葉ほどインチキな言葉はないと思います。で、結論ということになりますけども、 これがシュメールの像です。そして、法隆寺に残っている像です。一致しています。そして左がパビロニアで見つかっている像です。イナンナ・イシュタールです。ということは、この三者はイナンナ・イシュタールであるということになります。林博の縄文土偶イナンナ説はここから生まれました。既に発表して3年近くになります。 まあ皆さんは、この事実をどのように判断し、どのようにまあそうした事実を組み立てて、理論を作り上げていくかということですよね。一番右はですね、下半身はこれは復元ですけれども、上半身は、これはあのー、山梨県の甲府の盆地で見つかっています。現在、えー、山梨県県立高校博物館の方で陳列されています。そしてその流れが、下の3本指のいわゆる、えー、合掌道具と、それから 函館の道具へとつながっていきます。日本最大の道具だそうです。で、それがマヤ、アステカの同じ並び方で 2, 2体発見されています。山田えー、っと、えー、青森県、青森の八戸でも全く同じような像が2体見つかっています。そして、極めつけば、こうした像が全,全世界にあちこちで見つかっています。そして、骨まで見つかっているんですよ。 マアステカでではその骨まま見つかっています。これがその骨です。こうした骨をどのように皆さんは理解なさるかということですよね。マヤ・アステカの発掘物です。板を挟んで作り上げたという、まあ、説はもうどうしようもありませんね。で、検証していますが、これが卑弥呼の姿である。 ひ子は人の前には姿を現さなかったそれから常にお面をかぶっていたというふうに言われていますそしてこの周さんからのメールをもう一度読んでいただきたいんですけどもひ子ではないかということですけども私はほとんどひ子だと思っています、まあ、その一つの傍傷といいますかこれはあの会計が作った像ですこの検証もしてみましたが これはギリシャ彫刻と同じ方式で作られています。ほんのわずかだけバリエーションを変えて、全く同じ像を作っていくというやり方なんですね。しかし、ほんのわずかだけ動きが入っています、まあ。会計はこうした像を次から次へと作ったわけですけども、その完成度の高さという点でもギリシャ彫刻と同じですね。まあ、実際に会計の彫刻を見られましたら、 私はぞっとしましたね。これは人間技ではないとです。その前後にこうした像が積み重ねられて作られた。その後、この像が発展して現在の彫刻につながっているという証拠は何もないんですね。そして、この会景の作った像と、そして法隆寺に残る像のコンセプトを見てください。この、なんて言いますかね、だんだんになった腕の衣服の様子、それから首の周りのこの様子、順に比較してい。極めつけはここなんですね。 このちょうどおへその下あたりにちょろんとこうしたものが出ていますね。これは何かということなんですけども、私には分かりません。いろいろ説明されているかもしれませんけども、そういったいい説明は意味がないと思います。ともかくも、この会計のこの像の、このちょろんとした出て分と、そして、まあ、なんて言いますか、法隆寺の像のちょろんとした出てる分が一致しているということですね。そして、最後に星座について触れておきたいと思います。これは マコテさんという方が私に教えてくださいました。世界あちこちにいろいろな座り方がありますけれども、星座という座り方は非常に世界的にも見て珍しい座り方なんですよ、皆さん。日本人の私たちにとってはありふれた座り方かもしれませんけれども、大変珍しい座り方であるということですね。そしてこのミトラ教の神事の中で、この信者の人たちは星座をしています。そして左の法隆寺の像も 正座をしています何か関係があるのでしょうかないのでしょうかそして、シュメルの像をもう一度見てください。カクンカクンが立て、そして脇の下に大きな穴が開き、そして首が太くて、そして頭には、まあ、ちょこんとしたて手るものがあるわけですね。何かがついていたものと思われます。長い細い目、側面についています。そして、裂けた口、鼻の穴が開いています。他の像と比べてもやはり同じです。 こうした事実を、皆さんはどのように考えられますかこれをそのまま偶然だと捉えますかそれとも、さらにその向こうにある理論を引き出しますかそれは私はこの像は、まひみこの像とは言いませんけども、ほぼひみこの像に間違いないと思います。しゅんさんどうもありがとうございました。それでは皆さん、バイハロー。 This is Taka in Tokyo and h i r o s h i h a s h i Japan. Who is Himiko? I say Himiko is Inanna or i Star h herself. It's evidence and proof.Himiko とは誰なのか ?Himiko は Inanna だった。あなたは4分間で Himiko の正体を知ることができます。証拠を添えてその事実を証明いたします。 タカイン東京さんより大変重要な情報をいただきました。これがイナンナの星と言われているものです。一番上にありますね。もともとは、金星を意味します。金星はイナンナ、すなわちイシュタールのシンボルマークです。イナンナというのは、エンディル・エンキの孫娘にあたります。まさにロイヤル・ファミリーの女神ということになります。右にいるのが イシュタール・イナンナですね。そしてこの金星が彫り込まれていますこ。この8つの方向を示す星はまさにイナンナ・イシュタールのシンボルマークということになります。そしてこれがタカ・イン・東京さんによって教えていただきましたイナンナのシンボルマークです。よくご覧ください。これがイシュタールの シンボルマークですよろしいですねこのマークが実はたくさんの実にたくさんの同胸の中に掘り込まれていますご覧ください同胸イコールひみこと考えてよいことはもうすでに皆さんご存知の通りだと思いますぐぬっと回って尖っているこれが同胸の 模様でありそしてそれは同時にイシュタールのシンボルマークでもあるわけですまああの探すのに全く苦労しないといいますかねそれほどたくさんの同教にこのシンボルマークが彫り込まれています繰り返しますがこの8つの方向を示す、まあ、模様はですね金星を表しそれは同時に スタールのシンボルマークいわゆる star of each スター,ビシュタールと呼ばれているシンボルマークなんですね、まあ、他にもたくさんありますが8つ選んでみましたもうお分かりですね卑弥呼は同郷の中に自分自身のシンボルマークを 掘り込んででいたわけです金星です。金星イコールイシュタール、イナンナですね。もう間違いありませんね。そして、まあ、ここで誤解してはいけないことはですね、イシュタールが日本へ来て道教を作ったわけじゃないんですよ。逆なんですよ。卑弥呼という女神がバビロニア、 そしてメソポタミア、ペルシャ行って、アこそソは、金星のからきた女神であるということを主張したわけであります。左が、イシタール・イナンナです。右が、ジョーモンのヴィーナスです。この両者が、同じ、いわゆるその、道具であることは、一目瞭然ですね。これを疑ったら、 もう後にも先にも、証拠はないと思います。すなわち、ひみこは、イシュタールイナンナ彼女自身であったということです。これが物的証拠ということになります。Thank you very much for watching and see you again next time. b y e h e l l o This is Hiroshihayashi, Hamama City, Japan. It's my pleasure that I can show you that アマテラス、ヒミコ、イシュタール・イナンナ、アン・マドンナ・マリア、ア・ with e v i d e ー c e here i ー・ t h デ s ス・ i d e みなさん、こんにちは。この中でアマテラス、ヒミコ、それからイシュタール・マリアが同じ女神であることを証明いたします。左がジョーモン・ビーナス、右がイシュタールです。そしてマドンナです。 マリアですね。そして日本のアマテラスヒミコ。これら5人の女神は同じ女神ですそれを証拠を添えて皆さんに証明いたしますまず縄文の女神をご覧くださいこれは釈迦道 遺跡博物館で売っている絵版巻です。その中にこんなにたくさんのいわゆる像がですね、土偶が見つかっています。皆一様に同じ顔をしていることに皆さん注意してください。これは誰かということですね。 これは誰かということですね。間違いなく女神です。その証拠は縄文ンビーナスが教えてくれました。縄文ンビーナスの顔をご覧ください。この顔が基本となっていることに皆さんお気づきになると思います。右がバビロニアのイシュタールです。シュメールではイナナと言います。真ん中が縄文ンビーナス。 イシュタール・イナンナ、イシュタール・イナンナです。豊穣の神です。多産と豊かな恵みをもたらす神です。女神です。これが縄文・ヴィーナスです。顔をよく見てください。釈迦堂に出発された、いわゆる道具ですね、の顔と同じだということを に、に皆さんお気づきになると思います,すなわち縄文人たちは自分たちの女神を一生懸命彫り込んだのです。作ったのです。これらは皆、イシュタール・イナンナです。もう一度よく見比べてみてください。ライン、頭のヘルメット、腰の線、まさに豊穣の神なんですね。たさんで、子供をたくさん産んで、そして、 豊あ豊う豊かな自然の恵みをもたらす神という意味です。イシュタール・イナンナです。ここをしっかりと確認してください。縄文のヴィーナスイコール・イシュタールです。次にイシュタール・イナンナの説明をします。イシュタールは一番上からキーと円の間で エンディルが生まれます。その次に、エンとナンムの間で、エンキが生まれます。下へ来て、そして、ニンリルとエンディルの間に花が生まれというようにつながっていきます。そして、ここでイナンナが生まれます。イシュタールです。女神です。つまり、イナンナから見ると、エンディルも、エンキも、祖母。 とといいうことになります。す。おじいちゃんです大変恵まれたといいますかそうした血縁の中でイナンナが生まれますイナンナは大切に育てられますこれがやがてペルシャ一帯を支配する女神になります。これもイイタール、ナナンナです呼び名はそれぞれの地域で変わります イナンナはシュメールの名前です。イシュタールはペルシャ一体の名前です。ではマリアとどういう関係があるのか。まず多産を意味するアッシリアとバビランの女性女神であると。そしてウサギと卵は空の一つイースターはイシスタールを祝う祭りであった。すなわちイシスタールがイースターに変化したんですね。 ローマ帝国がキリストを国境化したときに、イシュタール祭をイースター祭に変えました。復活祭にしたわけですね。今でもローマンカトリックでは最大のお祭りになっています。春分の日にしたのは、まあ長い話がありますけど、ミトラ教のいわゆる春分の日を取ったわけですね。そして、卵とうさぎでイシュタール祭、すなわち イースター祭を祝っています。すなわち、キリスト教はイー,スターイースターによって作られた宗教だということです。イースターですね。ごめんなさい。これがイースターイコールマドンナイコールマリアという証明になります。よくお読みください。そして、縄文の女王は イスタール・イナンナとなり、そしてエジプトでマリとなり、ヘブライ語でマリアとなってキリスト教を立ち上げます。マリアがキリスト教を立ち上げたのですよ。では、アマテラスと卑弥呼の関係について説明いたします。それには私のライン理論が必要です。これが大占領です。大阪・ジャパンです。その大占領から伊勢神宮内宮と それから外空の間に線を引いてみます。2本の線を引きました。大線量から引いた線の間、下が内空への線、上が外空への線です。卑弥呼の墓はその中央にあります。これが橋墓古墳です。そこからまっすぐ0.00度,度で北に登ります。途中に 東大寺がありまますすそれから比叡山へとやっていきます東大寺でのエラーはご覧になった通りです。比叡山はなだらかな山なのでどこに頂点を取るのが難しいですけどもこれは Google で取った比叡山の頂点です。頂点ということじゃないんですけどね、比叡山で取るとここへ来るわけです。その比叡山から大仙陵に線を引きますと 清水寺を通って大仙領の方向にまっすぐと縦割りに割りますこの比叡山がさらに向こうへ行きますとサーペントマウント行くんですけどそれは別のところで説明しましたではもう一度伊勢神宮に戻ってみますこの内宮から270.00ま西に向かって線を引きますやってくるのが沖の島です卑弥呼の財宝卑弥呼の財宝卑弥呼の財宝が数万点見つかっている島です 今でも人が入り込むことはできません。その沖の島から太宰府、それからサイトバルへと線を引きます。太宰府、宇佐、サイトバルは九州説、卑弥呼九州説の中でも三波に分かれて争われている地帯です。太宰府でのエラーは 1.31km。そして宇佐神宮、線を引きます。まあ、東ですね。この線は ダザイフから引いてきた線です。ウサダザイフの関係ですけども、ウサからダザイフの方に線を引きますと、270.00。距離は78キロ。真西。そして78キロという数字をに注意してください。ウサから真南へ90.00で線を引きますと、サイトバルへやってきます。ダザイフウサそして、 サイトバルの関係はこういう関係です。真西に270.00ウサがいいから行きますとダダイフ。180.00で南へ行きますとサイトバルへ行きます。距離は156キロ。エラーはいいですかたったの260メートルですよ、皆さん。2倍するとですよ。そしてその途中に高町があります。高町から これが高千穂神社ですね。石垣島からまっすぐ登ってきますと、ここへ行きます。高千穂です。そしてエナ山です。方位という意味です。アマテラスが生まれ育ったところがこのエナです。これが高千穂エナラインです。先ほどの大占陵のすぐ近くを通っていきます。ただし、エラーは2.03キロあります。そして、サイトバルから出雲大社。 イズム大社から、今度は、伊勢神宮へと、内宮へと線を引きます。距離に注意してください。距離に注意してください。383キロと383キロ。エラーは140メートルです。これはもう偶然の範囲を超えてますね。そして、伊勢主ラインから、 エナ山を通って、諏訪神社に大社に、下社に線を引きます。その途中にエナ、エナさ山があります。諏訪大社の参道といいますか、大通りはまっすぐと、ややエラー出ますけども、出雲大社を向いています。その線を今示しています。ご覧になった通りです。そして、サイトバル・ナスカラインは、二見越玉神社の上を通ります。 二見越玉神社の本殿の屋根の屋根はですね、まっすぐとナスカを向いています。この線、逆にナスカから線を引いてみられるとよくわかります。このように、天照と卑弥呼の関係は糸のように絡み合いながらつながっています。これが卑弥呼と天照が同一人物であるという、同一女神であるという証拠です。 次,次にアマテラスと縄文ビーナスの関係について証明いたします。これが古都、の地の市ですね。ここで縄文ビーナスが発見されました。点々とあるのは縄文遺跡です。右中央や下が甲府盆地です。そしてエナザンはここにあります。ア,アマテラスはここで生まれ育ちました。エナザンです。そして地の市。距離は 80キロちょっとですね。Google の上で見るとよくわかります。85キロですね。他にどんな文明がエナザンの周辺にあったというのですか結論を申し上げます。縄文ビーナスとイシュタール・イナンナは百分は一見にしかず同じ女神です。そして、 イスタール・イナンナはやがてマリアと名を変え、キリスト教をマリアが立ち上げます。そして、縄文・ビーナスとアマテラスはエナザンでつながり、そして、私のライン理論によってアマテラスと卑弥呼はつながります。これらの女神は一人の女神だということです。そして、その一人の女神というのは、 中央の縄文ビーナスからし出発しているということです。これが私の結論です。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!